武井絵美さんです。どうぞ。皆様こんにちは、今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。創建美茶 CM セレブリティの武井絵美です。本日はよろしくお願いします。そうですね、やっぱりびっくりもしましたけど、こう結構私も普段飲んでいるお茶でしたし、それにCM に出させていただくということで、すごく嬉しく思っていました。今回は旬というのがテーマなんですけど、私もこう旬の女優として輝いていきたいなって思います。十分輝いてますよいえいえ、もっともっと、はい、一人でなんとなく歌ってたりとかしますよね。そうなんですよね。鳩麦玄米月味噌創建美茶。ありがとうございますそうそうそう、そういう感じで。ドクダミハブチャプアール創建美茶。素晴らしい。書いていただいて、きっとこれ見やすいと思います。皆さん期待しててください。それではご紹介してください。お願いします。はい、焼肉です焼肉が大好きで、結構今日の夜は焼肉食べに行くとかってなると、ちょっとテンションが上がっちゃうんですよね創建美茶、旬な時期に収穫された15の素材が詰め込まれていますので、皆さんも創建美茶から自然な大地な大地から来た素敵な贈り物を飲んでください。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。2011年創建美茶セレブリティの武井絵美さんでした。どうぞもう一度大きな拍手をお願いいたします